はい、どうも、冬神スポーツです。というわけでね、今回で230回目ということになりますが、今日は赤松賞、2歳1勝クラス、この後のね、東京芝1600メートルの特別戦の予想をしていきたいと思います。まあ、特別戦ってことでね、2歳のレースもいよいよ盛り上がってきたなというところなんですが、まあ、今回のね、ポイントとしては、まあ、結構レベルの高いレースがあったぞと。まあ、なんていうのかな、1勝がこう、たくさん集まってくるレースの中でも、まあ、そのレースの次のレースでまたそこで走った馬たちが好走しているみたいなね、まあ、高レベルレースっていうのがありまして、これで走っていたのは3番伊豆城の奇跡、前走サフラン賞だったんですけどもね、まあ、サフラン賞の2着馬4着馬と、まあ、それぞれ重賞で好走しましたし、まあ、サフラン賞牝馬限定戦でね、3着馬はボバのオープンに出て負けたものの、まあ、そこから一緒にね、ゴールできた伊豆城の奇跡、この馬もね、まあ、少なくとも、まあ、この一勝クラスだったら上位の馬だろうということでね、この馬を軸に、3連複で4点になる、6点になるのかな、この買い方だと残り紐4点で買っていきたいと思います。まあ、そしてですね、紐の1点目、4番のジェラペッシュ、前走ね、重賞4着ですね、まあ、それだったらこのレベルの中では上出来だろうと。いうことでね、まあ、サリオスの4着もちぎられた負け方とはいえ、逆に言えばその着差で人気を落としてるのかなということでね、変えると思います。まあ、そして9番シャインガーネット、これ土曜のね、重賞の方にトースポ杯の方にね、ダブル登録でありましたね。まあ、牝馬だってことでね、まあ、赤松賞の方に回ってきたわけなんですけども、重賞の方出してもいいかなっていうぐらい登録はしておきましょうかってぐらいには期待馬ということになると思います。まあ、そして1番ビオグラフィー、まあ、この馬ね、新馬で2秒差ぐらいで大敗しているのが一つ人気を落とした理由になってますが、まあ、その後未勝利ではね、しっかり勝ち切ってるんで、ね、2秒差大敗ともなるとさすがにこう調整し直しみたいな感じでね、逆に度外視していいのかなと。 0. 何秒差を繰り返してるみたいなのと違ってね、純粋にそのクラスで弱かったわけじゃないとは思うんで、まあ、逆に見直して狙えると思います。まあ、そうすると一番人気なんで入れたくなかったんですが、シンハリングの方も同じ理由で前走デビュー戦2秒くらい負けて、まあ、その後、まあ、しっかり勝ち上がってるんですね。立て直して勝ち上がってると考えると、こちらも狙えてくるということになるんで、この4点の紐で3番から1479という形で狙ってみたいと思っております。以上ハッチでした。